おはようございます。パラレルです。さあ今日はですね、バインダー紹介第5弾としまして、東北楽天ゴールデンイーグルスのバインダーを紹介したいと思います。はい、早速ですね、こちらはですね BBM の2015年ですね、25周年マークがありますね。 BBM25 周年マーク、はい、こんな感じでインサートですね。はい、則本選手もいますよ。では行きましょう。はい、ここがコンビネーションカードですね。はい、則本選手もいますね。で、これがですね、2013年になりますね。楽天チームパックから出たスペシャルの銀紙版の鉄平選手の、はい、15枚限定ですかね、サインカード。はい、これは福袋から出ました。そして、塩見投手と、巨人に移籍したこともある横川選手のサインですね。確かこの鉄平選手のサインは、はい、15枚ですね、限定です、はい、で横になって、はい、鎌田投手も頑張ってほしいですね。金戸投手はね、元巨人ですね。で松井和夫を当てましたね。これは嬉しかったですね、当時。はい、で草野大輔選手のサインに中継ぎの柱だった小山投手、そしてね、控えキャッチャーの川田さん選手ですね。でこれすごいですよ、ジェネシスの時のマー君のパッチジャージですね。ビッグパッチですかね。はい、で藤田選手のジャージカードで、こちらはリック・ショート選手の直筆サインカードですね。こちらのマー君のパッチは、そうですね、見えますかね、20枚限定ですね。はい、次行きましょう。はい、藤平投手でルーキーエディションの三馬投手、こちらは牧田選手かな。はい、でキラキラしてるのがノムさんのレギュラーパラレル100枚限定ですね。こっちは2009年のカードですね。こちらも2009年、こちらは銀紙パラレルですね、田中マークで、草野大輔選手のバットカードと、こちら松井和夫選手のバットカードで、こちらが勝則選手のジャージと、はい、市場投手のジャージですね。市場投手のジャージは300枚限定でした。はい、でサインがこうあってですね、はい、でここら辺がマー君ですね。はい、でこちらが、2012年ですね。2012年のインサートを9枚コンプしました。で青文字なのが、枚数限定のパラレルになってますね。はい、はい、で東北魂というカードもきっちりコンプしましたね。いいですね。はい、でこちらがですね、楽天10周年イヤー2014年に発売したカードですね。はい、岩村選手もいますよ。はい、勝則捕手ですね。下柳投手もいますね。
これは中村のりですね。はい、種類が多いのでどんどんいきましょう。みんな苦労人なんですよね、この頃ね。10周年といってもね、楽天の選手はね、分配ドラフトがあったね、選手たちが多いですからね。はい、ここら辺が監督ですね。ノムさんいますね。で、2013ベストナインと書いてありますね。この年は強かったですね、楽天ね。で、インサートがこちらになります。こちらパラレルありませんでした。この10周年パックは、サイン2枚が結構出るボックスでしたね。はい、すごく綺麗ですね、金が。それではサインを見てみましょう。ルイーズ選手に、こちらはラス投手ですね。で、グリンですね。グリン投手、こちらが佐竹投手で、トレーシー選手にホッチスですね。ヤクルトにもいたホッチスですよ。で、こちらが北に投手で、最後にノムさんのサインですよ。これいいでしょうね、気に入ってます。で、コンボジャージですね。岩村と松井ですね。松井和夫。はい、で、球団が作ってる楽天のね、カードもこうあります、まあ、これはもう取っててキリがないんでどんどんめくっちゃいますがね、綺麗ですよね、金箔使ってね。はい、こういうカードもあります。一応コンプしてあるみたいですね。何ボックスか買ってコンプできたみたいですが、インサートはね、さすがに集まんないですね。これだけインサートが5枚ぐらいしかないですね。で、こちらは2009年の BBM の野村監督語録ですね。どうもすいません、またがっちゃったね。あとは本拠地に戻って内弁慶を発揮できればなどなど。で、こちらが2013年の優勝記念セットで、でマー君のですね、フィルムカード80枚限定ね。これいいですよね、アイテムとしては。これ気に入ってるんですよ、フィルムカード。今フィルムカード少なくなったな、しかし。で、その3ボックス3セット買って出た直筆が島選手と藤田選手でした。なかなか3ボックスでこれはいいでしょうね、当時ね。はい、で、次いきますね。マー君、これ何かというとですね、裏見るとこういう風に6面パズルになってですね。はい、で、岩熊のピッチングの写真がこうありましてとね、巨人にね、移籍しましたね。で、こちらは2006年の BBM チームパックですね、楽天の。このデザインがいいんですよ、金枠になってるとこがね、律儀でいいんですよね。ね、いいですよね。はい、岩熊いますね。はい、じゃあ、これは2011年のチームパックですね。星野監督いますよ。ホロサインが50枚限定で、金サインが100枚限定ですね。どんどんいきますか。三馬投手のルーキーホロサインありますね。お、サインが出てきました。これは石峰捕手ですね。はい、サインがあります。で、高須選手ですね。ね、
いいバッターですよね。守備もうまくていいバッターでした。はい、フォローサインで銀次選手のサイン、テッペって選手のフォロー、はい、こういうパズルカードもありました。はい、こういうのもありますよと。でインサートが、これが通常版の金文字なんですが、赤がありますよね。赤は100枚限定なんですね。でフォロがなんと20枚しかないんですが、なんと僕は3枚持ってるんですね。岩村と山崎武史と、あとは松井和夫ですね。いい選手ばっかのフォロが3枚持ってますね。はい、そんな感じでした。楽しんでいただけましたでしょうか。ということで楽天編終わります。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では次は席別求人開けると思いますんで、楽しみにしていてください。よろしくお願いします。以上です。さよなら。